こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿させていただきます。まずは白ご飯ですね。次にちりめん山椒、ちりめん山椒ですね。で、今鶏もも肉を焼いてる途中なので、その間に体重を測っておきます。昨日は脱水症状気味だったので、今日の体重の方が正確だと思います。はい、やはり正確ですね。 57.3kg、 体重 57.3kg、 体脂肪率 13.6、 昨日より 1100g 増えてますね。要は昨日は危険やったということですね。脱水症状気味やったということです。基礎代謝1336、内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 やはり休みの日は気をつけて意識して水分取らないといけませんね。はい。で、カットトマト、これが野菜代わりです。高い野菜に代わってカットトマトを食べます。で、鶏もも肉ですね。はい、これです。鶏もも肉のステーキ2枚分です。これがサムネイルですね。鶏もも肉のステーキ2枚分、サムネイルです。で、通常なら、そろそろ出来上がってる。あ、うん、すっきりと刺さりますね。はい、これで完成です。今日はまあ野菜もおかずも少ないんですが、もしかしたら缶詰、フルーツの缶詰を食べるかもしれないですね。で、塩と胡椒、塩胡椒ですね。これで味を濃くするかもしれません。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。